餃子の王将尼崎インター店。これが少し贅沢な天津飯。極王天津飯715円。いただきます。この天津飯は特製醤油だれに卵をとじた深いコクと旨味が際立つ一品。通常の天津飯には乗っていないエビが乗っているのも贅沢な特徴。スープがついているのも嬉しい。かかっているあんは通常の京風あんではなく醤油ベースのあんで、どちらが好きかは意見が分かれるところ。俺は通常の天津飯もこの極王天津飯も両方好き。とにかく餃子の王将は天津飯がうまい。そして俺は食べ終わる頃に気づいた。天津飯のメニューに小さくナチュラルチーズトッピングって書いてあることを。俺は全然知らなかった。天津飯にチーズトッピングがあることを。俺は残念だった。チーズトッピングを試してみたかった。だが俺は気持ちを切り替えた。チーズトッピングは次回の楽しみにしようと。俺は次に餃子の王将へ来るのが楽しみになった。美味しかった。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。